ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。メルセデス、ジェームス・アリソンは契約延長で再び勝利を引き寄せるの話題です。メルセデスのテクニカルディレクターであるジェームス・アリソンは、トトウルフがメルセデスと新たに3年契約を結んだ数日後に長期契約延長にサインしました。メルセデスはここ数シーズン、ライバルであり世界王者でもあるレッドブルに完敗し、わずか1勝しか挙げていません。アリソンは契約延長で再び勝利を味わえるのでしょうか。また勝利することはできてもタイトルは獲得できるのでしょうか。アリソンは2017年にテクニカルディレクターとしてメルセデスに加わり、その間にチームは4度のドライバーズタイトルと5度のコンストラクターズタイトルを獲得しています。 F1 は私に多くの幸運をもたらしてくれたが、2017年にメルセデスに加わるというトトの呼びかけに応えたことほど素晴らしいことはなかった。この冒険を続け、素晴らしい同僚たちと共に働き、チャンピオンシップの成功のために共に戦えることは大きな特権だと55歳のアリソンは語っています。アリソンはコンストラクターズ世界タイトルを11回、ドライバーズ世界タイトルを10回獲得しています。エイドリアン・ニューウェイと同じように、アリソンは3つの異なるチームのフェラーリ、ルノー、メルセデスでタイトルを獲得しています。レッドブルの65歳のエイドリアン・ニューウェイはウィリアムズ、マクラーレン、レッドブルでチャンピオンマシンをデザインし、コンストラクターズで12回、ドライバーズで13回のワールドチャンピオンを獲得しています。アリソンはしばらくチーフテクニカルオフィサーの役職で F1 プロジェクトの長期的な戦略に注力していましたが、2023年4月マイク・エリオットとポジションを交換し、テクニカルディレクターとして第一線に復帰しました。アリソンの契約延長を喜ぶウルフは次のように語っています。ジェームスが長期的な将来をチームに約束してくれたことに感激している。簡単に言えば、彼はこのスポーツで最も素晴らしいテクニカルリーダーだ。彼のグラディエータースピリットと知識、経験、決断力は他の追随を許さない。しかし彼の影響力とインパクトはそれだけにとどまらない。2017年の加入以来、彼は私個人にとって重要な味方であり、スパーリングパートナーだ。最も重要なことは、ジェームズは成功した時だけでなく、困難な時にも頼れる真の友人であるということだ。この7年間、彼と一緒に仕事ができたことを嬉しく思っているし、これからもずっとそうしていきたいと思っている。アリソンは、ニューウェイの実績に近いタイトルをこれまで獲得してきていますが、アリソンがニューウェイを超えることがあるのでしょうか。一つだけ少なくともアリソンが有利なのは、ニューウェイより実際アリソンが若いということです。すぐにはメルセデスがタイトル争いにおいて復活することは難しいかもしれませんが、近い将来タイトル争いに戻ってくる可能性は高そうですね。メルセデス、ジェームス・アリソンは契約延長で再び勝利を引き寄せるの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。